2年目こそスタメンを勝ち取る、アキミロです。はい、続けていきます。今回は7月1日からですね、早速広島戦やっていくんですが、ちょっと前々回ぐらいかな、マークシステムが入ってなかなか打てなくなってきてるっていうのがあるので、ちょっと今回のパート2塁打を打つっていう目標を掲げたいと思います。なんかそれぐらい気合い入れないと打てない気がしてきた。なんとなく1安打でいいやみたいなノリでやってると本当に1安打しか打てないんですよね。あと1塁打っていうかヒットしか打てなくて、2塁打っていう目標を決めればなんかすごい集中力が生まれると僕は信じてやります。はい、8番スタメンです。あ、ちなみに今日もちょっとハイボールを飲みながらやってるんで、集中するとはいえなんていうか言い訳がましいですけど、手元が安定するかちょっと不安です。いや、でも酒飲んでる時の方がこう集中力というかテンション上がって逆にいい結果が出る時もあるんですよね。プラスに働くと信じて僕は打ちます。黒田さん、あ、もうダメだ、いきなり超ボール球に手出しちゃった。うわー、ストレート、黒田さんやるな。うっ、ダメダメや俺。ちょっと待ってってかカーソルがちっちゃいな、普通の割にちっちゃい。こうだ、これは面白いとこに行ってる。ヒッツヒッツ、だが二塁打は無理ですね。今のはなんとなくまぐれっぽい当たりだからな、ちゃんと勢いよく当てたい。でも今のは実力、まあ、気がするんですけど、やっぱりこう二塁打に運べる打ち方じゃないですね。ここだ、これはいい当たりだけど違うな。でも猛打賞か、結果は良かったな。今日は4打数3安打盗塁1つ。いや、いきなり1試合目からいい記録は出ましたね。早くも今シーズン勝ち越しを決めた。広島市民球場で猛打賞記念トロフィーを獲得。パワーももうちょっとで58になりますね。奥井さんがまた一軍に上がったようですそう、奥井さん知らぬ間に下がったりしてるんですよね。飲みか、ちょっと体力ねえんだよな、ごめん、やめとく。あ、じゃあ付き合い悪いな、そんなことじゃモテないぜ。すまん、体力の方が大事なんだっていうか体力がかなり減ってんな。ちょっと休息していきましょう。定番です。さあ今度こそ、あ、カーソルがちょっと大きい気がする。危ない、うわっ、失投が一番打ちにくいんだよな。よし、今のは音が良かったカキーって言ってましたからね。でもやっぱ二塁打難しいな。早い、もう出番きた。お、山田さん怒られてるね。あ、フォークか。たまには強振使うのもありかもしれないですね。見通した、これは二塁打、いけねえわ。外野守備前に出てないか、明らかに速いボールにたどり着くまでが。お、打点のチャンス、こういう時に打てないんですよね僕、チャンスに弱いが個人的についてます。ふっ、カーブか、浜野さんか。ふっ、あー、見事にチャンスに弱いあ、ランナーがいないときはヒット打てるんだけどな。うそー、林さん荒れてるな。だいぶキャッチャーミートの人違うとこ行ってるぞ。お、失投なのに今落ちなかった、気のせいか。あ、やべ、ボール球だよ今の、やっちまったな。もう一打席ぐらいなかった。今日は4打数2安打、5試合連続安打。はい、広島戦10連勝。今日まずまずだったな。もう監督の評価は分かんないですからね。あ、やった、パワーが58になりました。パワーが上がった。定番です。ダードリーさん、チャンスをください。
なんか当たりの音は良くなってきたんですよね。多分振りが速くなってきたってことなんでしょうね。もうある程度変化球捨て気味にもやってるんで。うわー満塁。あー音はいいんだけどな、本当にチャンスに弱いがついてるよ俺。あんな満塁のチャンスで打てないなんて。何やってんだ俺、やべえノーヒットになっちまう。ちょっと落ち着こう。なんか初球から宇宙に行き過ぎだ俺。チャンスだ、落ち着くんだ俺。本当だよ、一本打たないと監督の評価下がっちゃう。ああエメラルドフライからのゲッツー、そしてノーヒット。今日はエドスノーヒット。やべえこれは監督の評価下がるな。しかも2度のチャンスを不意にしまった。お、なんかイベント起きました。お、あ、君のか。最近なかなか頑張っているようだな。だが今まで以上に相手チームのマークも厳しくなってくるだろう。その中でしっかりと結果を残していけるかが鍵となる。期待しているからだ。もうこれ以上上がんなくていいよ。頑張れよ。堀内監督と信頼があった。相手チームのマークがきつくなったようだ。これ以上きつくなったら二塁打打てねえよ。今でさえ打てねえのに。そして約束ですね。誰との約束だったっけ。あすみちゃんと映画の約束か。ごめん、待った。いや、全然待ってないよ。スポーツコメディ映画を見に行った。あすみと仲良くなった。自慢し払った。今日は楽しかったわ。また誘ってね。じゃ、またね。早くあすみちゃんとお付き合いしたいですね。そして体力もだいぶ回復してきましたね。調子は不調に入っちゃいましたけど。あ、横浜戦、出番です。しばらくスタメンがいつまで続くの。ブワン、フォーク、危ねえ危ねえ。今日は振っちゃう癖が出てるからな。落ち着くんだ俺。フォーク多いな。マークきつくなったから変化球の数がだいぶ増えてきた気がする。うわ、これはダメだ。犠牲フライぐらいがせいぜい。あら、失敗した今走り出すの。あー完全に僕のランミスです。そう、フォーク狙うか。やっぱフォーク投げてくるな。うわっ、ストレートだ。きた、速い球はやっぱ分かりやすいですね。全然関係ないですけど、今日パワープロ2020の発売の記事を見たんですけど、わあ、そんなこと言ってる場合じゃないか。ちょっと後で話しますえぇ、ー、入んのあれ。うわっ、ダメだ。くそー、もう一本ぐらい打たないと。川村さん、打たせてください。フォークボールだった。今やっちまった。そう、パワープロ2020、今回スイッチだけじゃなくて PS4 もちゃんと出るみたいですね。だから2018が PS4 で、その後何の番号もなく実況パフルプロ野球っていうのがスイッチで出て、それが2019年だったんですけど、今回2020年はスイッチと PS4 両方出る感じで、今回2020は PS4 版買おうかと思ってるんですよね。かなり面白そうだったんで、まあそれはそうとして4打数1安打の1盗塁です。今こうやって PS2 のパワープロやってて、なんかマイライフとか面白いなって思ってやってるんですけど、逆に最新版が気になってきてるんですよね。最新のパワープロはどういう感じなんだろうっていう。出番です。まあ試合に集中しましょうか。さっきはあまりいい結果じゃなかったんで。そんなの振りませんよ。これも変化球だな。やっぱもう遅い球は変化球と思って手出さない方がいい気がするな。これは抜けた、やりました。でも二塁打は本当遠いな。なんか少なくとも今の当たりじゃ二塁打できない気がする。なんだろう、カキンってカキンっていかないと。やっぱ強振ちょっとやってますか。でも不調だからな。普通の体調になったらやりたいんですけど。うわー、下げちまった。なんてチャンスボールを。これはボール球でしょう。
早く早く振る。投げた。おお、シュート外れました。早く振るけどボール球には手出したくない。第4球を投げた。あっ、ボール球じゃーん。何やってんだ俺。見極めがダメすぎる。よし、ラストチャンス。最後のバッター。最後だから教師やってみようかな。第1球を投げた。おお。まずは外角。ですよね。ですよね。ボール球には手出しませんよ。ここだ。くそ、シンカーか。次は4球目。スローボール。さすがに挙手やめます。追い込まれたんで。ジャイアンツここまで9安打。それはボールでしょう。フルカウント何来る。くっ、スライダーか。なんとか食らいついたな。ストレート。きたー。あ、来ねえ。うわあ、よく対応したと思ったんだけどな。今日矢野水1安打。くそ、さっきと同じだよ。盗塁がない分さっきより悪いわ。パワーが F まで、 F じゃねえ、 E まで行ってくれればな。定番です。横浜3試合目、三浦さんか。ダイヤ前進です。うっ、なぜ下げた俺。カーソルを維持しないとダメだよ。あっ、スローカーブ。あんなに遅いのになぜストレートと思ってしまった俺。うっ、これはいい、やった。いいじゃなかった。ちょっと惜しい当たりだったんですけどね。今ジャイアンツの攻撃に入ります。現在の打率は4割飛んで8厘。外野手は前の方に守備位置を取りました。あっ、スローボールか。スローカーブと見極めが大変だな。またスローボール。投げました。あと、フォークスを抜けた。やべえな、三浦さん打てる気がしねえぞ。さあ4球目、カットボールね。さあ投球5球目、スローカーブ。ラスト何で来る。次はラストボール。ストレート。そう、これでワンアウトです。詰まった当たりだな。現在打率は4割、もっともっと芯に当てないと。うわー、スライダーか。うわー、足が売りなのに。ああいうのですらヒットにならないとは。内野安打欲しいよ。現在の打率は4割飛んで3厘。うっ、これはマジか。守備まで上手くなってるな。やっぱ今日は4打数ノーヒットやっちまいました。今日はノーヒットか。そりゃ監督も信頼下がるよね。はい、7月なんかすげえ練習が多くてロングティーばっかやってます。多分これでパワー59になるんじゃないですかね。どうだろう。はい、上がりました。パワー59です。いいね、7月練習多くてもうプロテインも飲んでガンガンやってます。このままの勢いで本当パワーいいにしたい。パワーがいいになったら弾道なんですよね。あとは弾道って本当自己練習でしか上がんないからすげえ上がんないんですよ。どうすればいいんだぐらいです。この自主練でやると、あー、バーベルが壊れた。そう、弾道がちょこっとだけ上がるんですよね。まあ、弾道1から4までしかないからそう簡単に上がんないように設定されてるのかもしれないですけど、早く2になってほしい。まあ、ダンベル売り切れですって買えないの。なんてこったい。今日から3連戦、オーナーが完全に来るようです。あー、3連敗は避けたいけど、今の俺は絶不調なんですよ。まあ、チーム力は強いから3連敗することはないと思いますけど。定番です。もうマークレベル厳しくなってから本当打てなくなってきたな。外野前進です。うわー、外野前進守備してるし、二塁打なんて本当夢のまた夢じゃねえかこれ。マジで今振っときゃよかった。カーソル位置は悪くなかったんすよね。何で来る。おお、ラスト、うわっ、きた。これはうまく捉えましたね。フォークだ。やりました。今の速度ストレートじゃねえなと思ってカーソルを頑張って下に揃えた、揃えた時は合わせたんですよ。ストレート。
わあ抜けねえか。今までだったらあの球は抜けてた気がするんですけどね。やっぱ守備が上手くなってる。これでワンアウト、ランナーはありません。そう、ストレートか。まあ確かに早かったね、今球が。ジャイアンツここまで7安打。おお、危ない。内角外れてます。当たってもよかったな。投げました。高速スライダーとフォークの見分けが難しいんですよね。さあ4球目、なんで今ちょっと下にずらしちゃった。一瞬フォークと頭をよぎったか。ずらさなければいい当たりだったな。今日は4打数1安打。そして試合にも勝ちました。これで3連敗はなくなりましたね。お、あー、決めるか。俺の劇的なサヨナラホームラン見てくれたか。あ、国母さんのおごりっすね。これはいきますよ。ジュースおいしく飲みましょう。ただ疲れが今結構溜まってきてますね。とにかく勝ってくれて一安心だよ。もし3連敗なんてことになったらオーナーに合わす顔がないからな。明日も集中していこう。もちろん今日もオーナーが観戦に来ている。昨日は勝ってかなり気が良かったらしい。今日も頼んだぞ。はい、出番です。おお、久々に打点のチャンス。さあ初球、ダイヤ前進です。チェンジアップ入るか。今ボールに見えたんだけどな。投げました、直球ボール高め。投げました、スローカーブ、普通のカーブか。うわー、チェンジアップか。ほぼ曲がってか、落ちてないな。第5球を投げた、もう直球外れました。あのチェンジアップが狙い、めっちゃ狙い目。あー、ボール球だったな今。ちくしょー、振っちまったよ。現在打率は藤井さんやるじゃないか。第1球を投げた、お、ストレートか。第2球を投げた、カーブね。カーブはもう外角高め。ガーッ、スライダーでしたね。今カーブって言いそうになりましたけど、どう見てもカーブじゃなかった。よし、とりあえず1安打打ててよかったっす。現在の打率は4割ちょうど。第1球を投げた、あ、ストレートか。ワインドアップモーション投げた。うわ、スローボール、チェンジアップですらない。ストレート、ストレートだけどマシンに当たらないな本当に。今日は3打席1安打です。調子が戻ってきた。試合には負けました。監督の評価上がりました。今日は負けたか。まあ仕方がない、明日勝って勝ち越しといこう。もちろん今日もオーナー来てます。これで勝って2勝1敗とオーナーに勝ち越しをお見せしますよ。まあその前に僕は打てるかどうかなんですけどね。ヒットだけじゃダメなんだよ。二塁打を打たなきゃいけないんだよ俺は。巨人だ。第1球を投げました。どう見ても今のちげえわ。本当その通りです。あー、スクリュー、もうダメだ。追い込まれたらさすがにリピート打ちします。完全にボール球で舐められとるの。うっ、来た、これはヒットでしょ。来た来た、オッケーオッケー。だが二塁打無理。てか二塁打本当難しいっすね、こうやって見ると。外野を抜けないことには絶対無理でしょう。まずは一塁牽制、一塁ランナーをちらっと見た。超ギリギリ。初球まずは入れてきました。内角チェンジアップ、スクリューとチェンジアップね。ジャイアンここまで4安打、インサイドついても、うん、危ない危ない。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。ランナー戻っています。投げました、ストレート、危ねえ。次は変化球でストライクゾーンと見た。6回の裏、ジャイアンツの攻撃、スクリューあたりかな。牽制球です、石川、ランナーの動きを、おー、スクリューだったけどボール球だった。くちゃー。お、打点のチャンス、うわ、チェンジアップかなり落ちるな、ゴンザレスさん。投げた、内角ボール、危ねえ。足が上がって投げた、インコース、チェンジアップね。そろそろストレート来るか見たゴンザレスさんは。ここまで7安打、ストレートだけどボール球だったわ。振っちゃった。うわ、スローボールかー、やってくれるぜ。うわ、また選手交代してる。これは巨さんか。投げました、
フォーク。あー抜けねえか。今日は4打数1安打。なんとも成績が微妙ですね。2勝1敗で勝ち越し。オーナーも満足して帰っていったようだ。ほんとよかったよかった。さあ飲みですか。残念ながら体力ないんでやめておきます。そうか、じゃあまたな。奥井さんのように付き合い悪いなとか言ってこないですね。定番です。中日戦ですね。ドミンゴさん打たせてくれ。お、今のチャンスだったのに。一体何を狙い球に。うわっくそ全然マシンで捉えることができてないです。お、これはちょっと見通しでいきましょう。打点をゲットしたい。マジであれ入るの。あぶねえ危ねえ。もう追い込まれた。さすがにボールでしょう。危ない危ない。何で来る。あーチェンジアップか。ストレートではないの今分かったんで、ちょっとカーソル動かしたんですけどね、全然違うところに行っちゃった。現在の打率は3割8分9厘。お、これはヒット。あ、てか強振するの忘れた。普通にミート打ちしちゃいました。まあまあノーヒットじゃないだけいいですけどね。こっちの目標は二塁打なんで、とにかく外野を抜けたいんだよな本当に。うわっ全然ちげえわ。超曲がるなスローカーブ。もう追い込まれた。そう、うわよし抜けた。違うんだよな、早く振ってしかも強振で当てて外野を抜きたいんだよ。今日は4打数2安打。今日はまずまずだったな。なんだかんだマークレベル上がっても打ててはいるんすよね。定番です。朝倉さん強振で俺に打たせてくれ。今のところ強振で1回もヒットして打ってないですからね。どう、ど真ん中なわけないよね。キャッチャーミットは止まんなかったんですけど。うわー、くそー、ボールか。ギリギリ今ストライクゾーンっぽかったんで振っちゃったんですけど。朝倉さん、あー、またフォークか。桜さんはなかなかストレートは投げてこないっすね。お、来た。だけどアウト。今までの中では一番芯に当たってる感じはしましたけど、ボール球でしたね。ちょっとさすがにノーヒットはまずいんでミートしていきます。うわー、岡本さんストレートか。お、なわけねえか。チャンスボールと思ったんですけど。うわー、ダメだ、変化球が頭のどっかによぎっちゃって振りが遅くなってる。ストレートだと思って振ります。わー、お、来た来た来た、抜けた抜けた。若干はボール球っぽかったですけど。今日は4打数1安打、盗塁1つ決めた。お、よかったよかった。コンピューターが僕の知らないところで結果を出してくれてた。定番です。野口さん強襲打たせて。うっ、いい当たり、これ来たんじゃないですか。これはいけるいける、外野抜けた。あっしゃー、しかも多分敵は外野前全身守備してたと思うんで、2塁打どころか3塁打いける。これやりましたーこれは気持ちいい。当たりも良ければ目標以上の成果を出しましたからね。打点もついて、いやー最高だわ、気持ちいい。なんて曲がるスライダーだ。あー、めっちゃ曲がるな。ど真ん中からボール球に行くのか。お、危ない。てかツーストライクじゃん。どうす、うわ、ボールじゃん今の。あ、弾いた。
あーダメか、再び強振行くぜ。うわっ、急にど真ん中、ダメだって、反応できないよ。お、来た、よし、これはコケボさん頼む。ダメか、足遅い。また強振だ。おお、岡本さんフォークね、またフォーク、フォーク、3連続フォーク。マジか、やられたわ。今日は4打数2安打1打点やりました。目標だって、まあ、今回のパートの目標ですけど。そして青口コーチの信頼も上がった。名古屋ドームでスリーベース記念トロフィーを獲得した。ミートが結構上がったな。定番です。横浜戦調子も普通に戻ったので、よりチャンスが生まれました。マジか、カットボールか。三浦さん、かなり曲がるカットボールだな。カットってレベルじゃねえぞ。スライダー並みだったぞ今。うわ、カットボールか、でも抜けた、やったね。今強振だったおかげですね。よーし、強振打ち続けていきますよ。まずは一塁牽制、ランナー戻ります。投げました。うわっ、またスライダーか、というかカードクラさになってんのか。速球外れました。速球も投げてくるのか、これはダメだな。お、打点のチャンス。ジャイアンツここまで9安打。うわ、初球打った、打ったけど、お、抜けるか、やったー。出した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 、走って、よーし、二塁打またゲットしました。やったね、やっぱ強振の効果出てますね。相手が外野、あーめー、ちょっと外野の前進準備してくれてるおかげで、結構遠くまで飛ばせば二塁打いけますね。今日は4打数2安打1打点、7試合連続安打。今シーズン 30度目の逆転勝ち。いやー、巨人は絶好調ですね。あ、初球覚えたかもしれないですこれ。あ、すいません、なんか斉藤さんから飲み誘われて、まあいつもの飲みだろうと思ってパッパ飛ばしてたら、なんかイベント発生しました。ちょっと待ってろ、電話してみるよ。誰に？あ、溝口さん？斉藤です。いつもどうも。あー、野球道具のやつか。これテールブにもありましたね。野球道具の提供の件で紹介したいんですけど。秋見ろって言います。そうですそうです。はい。あ、じゃあお願いします。失礼します。よし、俺の OK だ。近々訪ねてくるってよ。楽しみに待ってな。誰が黙った。でもやりました、ようやく野球道具自分で買わなくても提供してもらえるようになりますね。長かった。定番です。ミートでか、初球打ちがついたからですね。投げた、シュート外れました。シュート、投げた、お、これはダメだ。もっと足が速ければ、でもさすがに今のは無理か。でも敵が前進守備してこなくなりましたね。最近の秋見野の強振の成果にビビり始めたか。土井さん、もっと勝負してこようぜ。うっ、よし、抜けた。これも強振のおかげですね。今ミートだったらダメだったね、勢い足りなくて。よしよし、ガンガンいくよ。加藤さんにピッチャー交代してますね。ストレート、いいね。ストレート、いいね。加藤さん、ストレート、なんて力をしてくるんだ。全部ストレートやん。うわー、あぶね、今ボタン押したんですけど遅かったゆえに助かりました。反動が鈍くて。よしよし、
いいね加藤さん、男らしいよ、ストレートばっかりで。まあ男らしいってのはちょっと違うか、変化球が別に男らしくないわけじゃないんで。朝木さん、大魔神打てねえかなこれは。もうフォークばっかりだな。あー、またフォーク、てかマジでフォークしか投げてこねえぞ。もうフォーク、またかよ、全球フォークじゃん。おぶねえ、またフォークだし、どんだけフォークに自信あるんだ佐々木さん。マジでフォークしか投げてこねえ。今フォークだと思って振ったんすけどね、ダメでした。お、まだ打席のチャンス、グースさんに変わってる。おお、高速スライダーか。うわあ、スクリュー。あー、やっちまった、逆転のチャンスを潰した。今日は5打数2安打。あー、でもダメだな、ああいうチャンスをつかめないのが俺の本当ダメなところだ。あ、溝口さん来ました。あ、あ、木村選手ですね。私、野球道具メーカーミゾットの溝口と申します。今回から秋村選手の野球道具を提供させていただきます。溝口が交流戦に加わった。野球道具提供について説明聞きますか？お願いします。わかりました。簡単にご説明いたしましょう。今まで野球道具はご自分でご購入されていたと思いますが、これから我がミゾットから無料で提供させていただきます。ただし、バット、グラブ、スパイク、リストバンド合わせて1シーズン6アイテムのご提供となります。ちなみに、バットは15本で1アイテム、リストバンドは片方で1アイテムとなっております。必要な時にはご連絡いただければすぐにお届けいたします。また、その際にはスパイク以外の野球道具に関してはお好きな色をお選びいただくことができます。では、説明はこの辺にして、早速野球道具の方をご用意いたしましょうか。まずは欲しい野球道具を1つお選びください。そうですね。リストバンドかな。じゃあお好きなカラーをお選びください。僕は青が好きなので青にします。リストバンドを手に入れた。それではまた野球道具が必要になった場合お申し付けください。さあ早速ですから、リストバンド装備しましょうと思ったらもうすでに装備してますね、右に。そして結構いい時間になってきたので、今回はここでやめようと思います。一応今回目標達成できましたね、二塁打を打つという。まあそれを超えて三塁打持ってましたからね。ちょっと強振これから使っていこうかなと思いましたね。やっぱ強振使った方がよりいい成績残せる気がしました。あとちょっと交友関係いつも通り見ていきましょうか。間違えた。監督はもうマックスですね。粟口コーチも4まで来てます。あすみちゃんに関しては1回しかデートしてないんで、やっぱり4のままですね。ちょっと今回なんか体力の消費が本当に激しくて休息ばっかりしてたんですよね。スタメンになってるからかな、まだ確定というかしばらくスタメンって言われただけなんですけどね。なんかやっぱ試合に出てる回数というか打席に立つ回数が多いせいか、なんか東京以外のところに行っても電話してる余裕がないっす。まあでも次回はちょっとまたデート誘って星5まで行けるように頑張りたいと思います。はい、ということで、まあ、今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。